侵入固定競争とは、協定で1号艇から6号艇までが、順番に1コースから6コースまで入ってスタートする、競争のことである。通常の競争が、待機行動中にコース取りを行うのに対し、侵入固定競争は、出走表に記された定番がそのまま、次コースとなる。通常競争か、侵入固定競争かどうかは、出走表などに、あらかじめ明記されている。 船の起こす位置は自由だが、ダッシュの方が伸びるため、前提ダッシュからの発信がほとんどである。釜マの侵入固定船は、内3艇にはスロースタート、外3艇にはダッシュスタートが義務付けられている。1996年から全協定上で特定の開催説を石棺オール侵入固定競争にする試みが行われた。 記念では、戸田41周年記念が、全レース新入固定戦として行われた。新入固定競争は、一般競争の待機行動中のコース取りが良く、わからないといった声に対する解決策として考えられた。あらかじめ出場選手のコースを規定しておくことにより、分かりづらさを解消して、船券を当てやすくし、新規客をリピーターにするのが狙いであった。現在では、 浜名湖競艇場の第9レース、釜凍り協定場の第7レース、津競艇場の第9レース、丸亀競艇場の第8レース、小島競艇場の第9レース、宮島競艇場の第4レース、徳山競艇場の第1レース、下関競艇場の第3レース、若松競艇場の第5、第8レース、足屋競艇場の第4レース、 カラツ協定上の第7レース、大村協定上の第5レースにおいて、新入固定競争が組まれる。なお、実施上であってもグレードレースでは、新入固定競争がない場合がある。2015年8月から11月の間、協定の新規繁増化を目的として試験的に一部協定上の対象となる1から2節で、新入固定競争を1日4から6レースに、 拡大することが発表された。なお、江戸川協定上におけるレースのほとんどは枠なり侵入で行われているが、侵入固定ではない、ボートレースビギナーズ向けレースを試行実施。ありがとうございます。